シナプシュチャンネル。アキレプシュ。こんにちは。プロデューサーの飯田です。アートディレクター清水です。秋ですね。はい。はい。はいって。10月の月歌解説。おー、来たー、10月。その名も秋の贈り物。歌を作ってくれたのは宗藤龍太さんという男性のシンガーソングライターで、今年の3月の月歌をやってくれた予感を作ってくれた高井伊吹さん、おすすめのアーティストさん、それで楽曲聴いてみて、でよしと思ってご本人とやり取りをさせていただいて作ってもらったのがこの曲。これがね、不思議なもんで、最初曲のデモが上がってきて、そのデモを聴いた時の印象と映像がついた時の印象で、なんて言えばいいんですか、変わりましたね、だいぶ変わったんです。歌詞がすごいビジュアル的だから、歌だけ聴いてもみんなの頭になんとなく映像は浮かぶんだけど、それに対してすごいこういい映像が来て、なんか自分の脳みそがこう保管されたっていう感じ、本当そんな感じ。それでなんか最強になった感じですね、そうだそう、そういう感じでした。それで映像は、今度は清水さんのご紹介で、牧哲平さんというおしゃれナイスガイクリエイターさんにお願いしたんですけど、牧さん本当ね、あれなんです、僕が学生の時にミュージックビデオをもうすでにすごいの作られてて、それのファン、ファンだったんです。そうなんですか。そうだから年は離れてるのかな、結構。そうなんですか。ニューヨークを拠点にされてて、日本帰ってきてとか、なんかそういう感じの経歴の方でしたよね。そうです、そうです。ね、すごい、なんか、おしゃれなやり取りで、私はすごい気持ちよく仕事ができて、出来上がったものがあまりにも良かったから、もうずっと何回も家でも再生して、というやつです。牧さんが最初そのデモを聞いた時に、歌詞に結構具体的なモチーフが出てくる、栗とかお散歩とか、映像作り難しいですねって、逆にね、なんかそう幅がね、だから、そうだからこれ不思議ですよね、なんか具体的なモチーフがあれば書きやすそうじゃんとも思うけど、クリエイターさんたちからすると、いや、わかります、すごいモチーフ言っちゃってるから出さないといけないからね。そう、なんか自分の好きなように埋めれないっていう、みたいなところがあるからだと思うんですけど、難しいよねってなったんですけど、これがものの見事にね、ダンスもね、振付師さんが、そう、わざわざ、わざわざそのコレオグラファーの方に振付を作ってもらって、その振付通りにどんぐりたちが動いてるっていう、贅沢すぎません？また歌もね、本当この季節感たっぷりの、歌詞の言葉の響きもいい、いろんな音が入ってますよね。そうそうそう、それはすごい面白かった。その宗藤さんもだいぶ早めに1回デモが上がってきて、でそこからもう何回も何回もブラッシュアップして、で多分宗藤さんご自身も何回も悩まれて、もっと良くしよう、もっと良くしようって、こうデモのブラッシュアップをどんどん重ねていった結果、すさまじくこう良いものが出て、味わい深い、映像もだし音楽もちょうど同じぐらいこう味わい深いから、バチッとハマって最高、かわいかった。捕まえたらみんな食べちゃおう、超良くないですか。いや、すごいよ、すごい良くないですか、皆さん皆さんで、牧さんはその遊び心で隠れプッシュを入れてくださいってオーダーはしてないのに、オーダー全然してなかったんですよ、本当に。なんか入れられてね、なんかそもそもどんぐりを踊らせると思いますみたいに言ってくれた時に、いやそれちょっと制作費大丈夫とか思って、あんまりこうオーダーするのやめようと思ったんですよ、もうただでさえそれやってくれちゃうんだと思って、振り付けも頼んでとか言って、そう振り付けをね、他の方に頼んでるからね、そうこれちょっと大丈夫かなって、牧さんすごい頑張ろうとしてくれちゃってるから、余計なこと言って仕事増やすのやめようと思って、隠れプッシュ入れてくださいとか言わなかったのに、もう自ら進んで隠れプッシュを入れてきて、
プッシュだけじゃない、プッシュだけじゃないんですよ。ぜひ単独配信も始まってるなに思いますので、さ何度も再生して歌って踊ってみてください。そしてですね、11月の月歌は女性のシンガーソングライターの S さん、 S さん、清水、清水さん、違う、女性じゃない、女性じゃないな、清水 S さん、最高だな、楽しみだな、あ10月も11月ももう最高です。頑張りましょう、仕事、ね、頑張りましょう、はい、というわけで10月の月歌解説でした。またねー。